もつれを取る場合はですね、このようにサイドにこう振って、面を細くしたりとかですねしていきながら、やっぱり厚みがあるとアイロンってちゃんと入らないですね、熱が何度か落ちちゃうんですよ。なのでこれでちょっと広げるんですね。力は全然入れなくていいんですけど、横に広げることでもつれを取っていきます。このような感じ でさらに上下運動させて、こう空冷をさせながらやっていきます。そうすればまあスイングラッシュなくてもいけるかと、はい、このようにちょっと髪をこう広げますね。で、プレスの力はほぼ入れてない状態でやってます。でも、まあ、今これで動画で配信してることって結構一部分だったりとかするんで、もし講習とかもできるので、パーマも矯正もやっぱり、ね、スピードを上げてやってこうこうっていろいろな方法があるので、まあ、動画で上げてるのは一部分なので実際にやってるのってまたちょっと違ったりとかするんですよね。多分皆さんも動画撮るとき そういう風になると思うんですけど、全部出せない部分もあるんですよね。やっぱりいろんな薬事法の問題とかで動画で全部流せるかって言ったらそうでもない部分もあるので、まあ、今流してるのは一部分のです。バット入ります。ちょっと厚かったら入れてください。バック側はちょっと厚さが出てくるんで、ちょっと動きがスローになります。そうしていかないと、ちょっとこの厚さに対してのサイドの方が極端なこと言うと、このアイロンに対して毛髪が100本だとしたら、バックの方の毛髪の量っていうのが倍の200本ぐらいに変わってるんですよね。まあ例えですけど、もっとありますけど。なのでどうするかっていうと、スピードを測定する、もしくは熱をしっかり入れていく、あと秒数を1秒増やすとか、そういう感じで調節していく必要があります。あとよく広げるとか、サイドにこぶってあげて髪を広げてあげるとか、ちょっと少し時間がやっぱりバックの方がかかります。でだんだんやっていくと、こうリズムができてくるとスピードが速くなってくるんで、これは今上下運動じゃなくてサイドですね。慣れてくると全部混ぜていけばより速いんですね。どういうふうにやるかっていうと、サイドにやりながら上下運動していくっていう感じなんで、ちょっと難しいですけど、こうやっていけるようになったら本当に速くできます。サイドとサイドの動きと上下の動きをもういっぺんにやるっていうのが一番速いです。ガンガン引っ張られてないんですよね。はい、大丈夫ですね。そう、結構ね、動画でたまにすごい痛みそうって引っ張られてそうっていう人がいるんですけど、多分分かんない人がコメントしてるんで、なんかそれメンズのやつとか、多分結構ね、こうなんか引っ張って見えそうなやつは、知らない人は多分そういう風に見えちゃうんで、痛みそうとか。